ソニー D-1VTR DVR-2000BTS D-1VTR DCR-500D-1VTR とは ITURBT601 フォーマットで符号化されたデジタルビデオ信号を 19mm カセットテープに非圧縮で記録する放送業務用 VTR である。1982年に日米王で共通のデジタルビデオ記録。 伝送フォーマットを策定する目的で標準化が行われた。この結果決まった4-2-2コンポーネント不合化規格が CCIR601、現在の ITURBT601 である。ITURBT601 規格のサンプリング周波数は、輝度信号 Y が 13.5MHz、色素信号 RY、BY が各々 6.75MHz である。 ITURBT601 規格に則っ,った信号を DE-1 信号と呼ぶこともある。続いてこの方式による放送業務用 VTR の規格化が行われ、1986年に CCIR657 として制定後、ソニーと BTS が対応する VTR を発売した。SDTV 用 VTR としては当時最高画質であり、 テレビコマーシャルの編集やコンピュータグラフィックスの出力など高画質を要求される分野で用いられたが放送局では機器が高価なことビデオテープのランニングコストが高いことなどから d 2 v t r の方が普及した d 1 v t r の入出力インターフェースの物理規格は初代機の DVR-1000 では いくるレベルのパラレル式であったが、ソニーが同軸ケーブルを用いたシリアル伝送方式を開発し、2世代目の DVR-2000 に実装し、普及させたため、後の圧縮技術を用いた放送業務用デジタル VTR の多くが SDI をインターフェース規格として採用した。また、プロダクションスイッチャー等のビデオ編集、制作機器も、 DE-1 信号の SDI に対応した製品が普及している。525、59.94、2、1インターレース方式の場合を、525、625、50、2、1インターレース方式の場合を、625と吹き、前述のように当時最高画質の SDTVOVTR であったが、 8ビットで量子化するフォーマットだったためポストプロダクションでの画面合成には十分とは言えず、その後10ビット量子化の D-5VTR やデジタルベータカム VTR などの商品化につながった。ありがとうございます。